そのままで。タタ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 。君何弾いてんの？もうどっち弾いていいか分かんなくなっちゃうってなるんで、常に表拍下、裏拍上っていうのを徹底する。表拍下、裏拍上、四分音符だけどこういうこと。はぁ、空振り、地道でね、なんかね、こう楽しくないかもしれない、でもこれができると、例えば You, 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 ここも一緒。こんにちは、渡辺京子です。ギターお悩み相談所、ボーイのオンリーユーの弾き方をシリーズものでお伝えしている動画です。前回はブラッシング、この音を出す時とブラッシングの時、左手の力のコントロール、ね、これで、使い分けをしています。で、それの練習をみんなと一緒にしました。で、今回はオンリーユーのサビです。オンリーユーそのままで、ここまでなんだけど、ここまでのリズム、タタ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 、これを今日みんなと一緒に練習したいと思います。今回はちょっと前に話した拍の話、そちらの方をまず見ていただきたいなと思います。まだ見てない方、こちらに、これです。で、概要欄にリンクを貼っておきますので、まずそちらを見ていただいて、で、今日はその拍の話の時に、お話しした内容とちょっと被るところもあります。なのでまずそちらの方を見ていただいてまずどういうリズムかっていうと、タタ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 タなんですよ。あんまり速いとね、弾きづらいと思うんで、こんぐらいのペース、1、2、3、4 1、2、3、4、こんぐらいで、タタタタタタ、これでやってみましょうかね。まず B コードですね、この押さえ方ね、これでやりますんで、でまず弾いてみましょうか、一緒に。ワン、ツー、スリー、フォー、タタタタタタタ、どうでしたか？こうなってた方、タタタ、全部ダウンピッキングでしちゃいました。あと、タタ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 、弦に当てるときに下上下上ってなるんだけど、順番がタタ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 、わかります？こう当てるときに、こんなになっちゃってる方あと、本当にとか、とにかくもうリズムが取れないとかねいろいろあるかと思いますが、少しずつ、ちょっとずつね、リズムがちゃんと取れるように、一緒に練習しましょう。まずですね、基本に考えてほしいことがあります。表拍下、裏拍上っていうのをキープする。タッタ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 。で、今回のリズムはタタ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 じゃなくて、タ
どうなってるか。楽譜を見てみましょう。一拍目、四分音符があるんですよね。で、二拍目、タ。で、二拍目の裏拍から三拍目の表拍まで、タイで繋がってて、まあ、四分音符みたいな風にね、八分八分。で、その次にもう一回、八分。タンタタタ。で、最後、ツッツッ。ラッシングね。そういうことになってるんですけど、この四分音符をあえて八分音符二つ分がつながってるっていうふうに考えて、ター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 ツッツっていうふうに読みましょう。多分の読み方のところでちょっとお話ししたんですけれども、そういう感じで。そうすると、ターターターツッツで八個。ちょうど八個になるでしょ、八分音符。そういうことなんです。で、一拍目は、たーなので、伸びてますね、音がね。で、ここで、その、下上、下上をキープするために、下上、一拍目、表拍下、裏拍上、四分音符だけど、こういうこと、たー。空振り、タアー、わかりますか、タアー。そうすると2拍目の表拍でちゃんと下に振り下ろせる、表拍下、裏拍上っていうそのリズムをキープするためにあえて空振りしてる。で、これどこで空振りするんですかっていうことになりますけど、今話した通り1拍目の裏拍のところ、それと、2拍目の裏から3拍目の表、音伸ばしますよね。そこの3拍目の表拍のところ、そこが空振りになる。なのでゆっくり弾くと、タアタタアタ、こういうことなんですけど。たあた、たあた。もう一回ゆっくり弾くね。たあた、たあた。わかりますか？空振りしてるとこ。たあた、たあた。たあた、たあた。こういうことです。一拍目は、振り上げるときに空振りしてますね。で、2拍目はタッタッ。で、3拍目の表が空振りになって、タッっていう。どうですか？わかりました？で、こういう空振りをわざとすることで、8分をキープしてる。表拍下、裏拍上。タッ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 。ね。こういう風に表拍裏拍をキープしてる。で、最後にツッツが入るよね。ブラッシング。タータター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 タっていうことですよね。で、わかったと。8分をね、刻むのは分かりました。でも別にいいんじゃないの、これで。これでいいじゃん、鳴ってるの一緒じゃん。音楽は自由だ。まあそうなんですけど、これね、たまたまね、このリフが、タータータータっていう風に、上がって終わる、こうやって適当に弾いても上がって終わるリズムなんですよ。なので次の2回目の同じリフなんですけど、2回目も振り下ろす動作から始めることができますが、例えば別のリズム、タータタータタみたいな
全然違うリズムだけど、こういうのタタタタ、今これは8分ちゃんと下上下上キックしながら弾いてるんですけど、これをそれを無視してタタタタってやると振り下ろす動作で終わっちゃうんです、一小節で。これをで、このリフを2回繰り返そうとすると、1回目はタタタタタ、振り下ろす動作から始まってタタタタタ、振り下ろす動作で終わっちゃう。だから2回目はこのもう1回振り下ろす動作にするために1回上げなくちゃいけないんですよね。で、そのタイムロスができてしまう。タタ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 、こんな感じになっちゃう。もしくはタタ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 タ、1回目と2回目で振り下ろす上げるっていう動作が真逆になってしまう。こうなっちゃうと、もうリズムがわからないってなっちゃうんですよ。なので、もうどっち弾いていいかわかんなくなっちゃうってなるんで、常に表拍下、裏拍上っていうのを徹底する。途中で空振りを入れてね、タタタタタにしてもタタタタにしても、表拍下、裏拍上っていうのをキープする。これが大事です。はい、じゃあ皆さんと一緒に、ね、少しずつ練習していきましょうね。まず皆さんギターを準備してください。チューニングもしてくださいね。音を合わせてください、ゆっくりでいいんで、まず空振りを練習してみましょう。まず一拍目だけやりましょう。一拍目こんな感じ。タッ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 、あえてこう八分みたいにタッタッタッって言ってますけど、タッ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 タ、あの時に空振りね。じゃこれ一緒に練習してみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。タタ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 、どうですか？これなら簡単でしょ。で、次がちょっと難しいよ。この2拍目3拍目を一緒にやります。ここはタタタっていうリズムです。一拍目は引き上げるときに空振りだったけど、今度は下げるときに空振りになります。タッターです。これもちょっと練習してみましょうね。こんな感じでワン、ツー、スリー、フォー。タッタッタッタね、こんな感じ。行きましょうか。やりますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。タタ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 タ。どうですか？空振りできましたか？あ、じゃあちょっと難しかねっていう場合は、もう一回巻き戻してやってみてください。うん。タタタタ。で、これをドキンつなげます。タタタタ。ね、こういうこと。で、最後のツッツーも入れてみますかね。じゃあちょっと最初弾きますね。タタ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 タ、こんな感じです。ツッツの時に手をちょっと力抜いて、こういうふうに
ブラッシングの音がするように。1拍目から3拍目まではずっと押さえっぱなしで大丈夫。で、4拍目で外すね。一緒に練習してみましょう。どうですか？うん。これ今ゆっくり弾いてるわけですけども、最初は慣れないうちは本当にゆっくり、ゆっくりから弾いていきましょう。いきなり速く、ダーンダーンダーンってやると、自分が体が覚えてないまんまやっちゃうんで、弾き方が雑になります。で、ごっちゃになったり、いろいろ頭の中が混乱したりして、わけわかんなくなっちゃうので、ゆっくりから。で、メトロノームを使って練習してください。今のは大体90ぐらいだと思うんですよね。で、実際の曲のテンポは180ぐらいあります。で、それまで段階的に上げていって、例えば100が、例えば BPM100 で弾けるようになりました。そしたらちょっと上げる。で、ああ弾けなかった。ちょっと下げる。で、次に弾いてみて。わかるね。そういう繰り返しをしていって、上げていってください。うん、そうすることで、綺麗に押さえたり、弾いたり、音もね。きちんと弾けるようになりますので、それをサボっちゃうと本当もう、もう君何弾いてんのっていう風なギタリストになっちゃうんで、ゆっくりから始めましょう。さあどうでした？今日弾けるようになりましたか？いやーちょっとなーっていう方、大丈夫、諦めないでください。最初は難しいからできないもんなんですよ。うん、私も最初は弾けませんでしたから、地道に、ほんとね、こればっかりは本当に地道に練習するしかなくて、これね、地道でね、なんかね、こう楽しくないかもしれない、でもこれができると、例えば You're your mom. ここも一緒、同じ B が E になっただけ、こっから7フレットに移動しただけ、2フレットから7フレットね。結構ね、多いこのリズム多いかもしれない、タータタータつつ、他になんかあったかな、思い出せないけど、そういう感じで応用が効きます。で、今日言った8部を刻む、で表拍、下、裏拍、上っていうのをキープする、これ他の曲でもとても大事なことなので、ぜひ身につけてください。で、楽譜の読み方とかもこうちょっとお話ししましたけど、あえて8部に分解して読んでいって、で伸ばすところは空振りなんだな感じで、自分で弾きたい曲、それを見たときに、あ、こういうことかっていうのができるようになるのが理想です。はい、もし分かんないときはまたコメント欄で質問してください。またそういうのをお答えしたいと思いますので、頑張っていきましょう。さて次回です。次回は、オンリーのサビのところ。Only you, so not nobody. のこれ、これです。で、これダンピッキングです。ずっと下で弾く。
今日は8分を刻むときは下上下上をキープしろって言いながら、ここはダウンピッキングなのかよなんです。ごめんね、あの下上下上をキープしなくちゃいけないときとダウンで刻むとき、特にここは、ダウンで弾いた方が、なんかかっこいい音がね、なので、ダウンピッキングの練習を次回をします。結構早いんでね、例えばこう A のパワーコードを押さえて、あ、こんぐらいならできるよ。だけど早くなると、あ、みたいにここがもうガッチガチになったりしてね、弾けなくなってしまうものなんです、ダウンピッキング。だからオルタネートより実は難しいですよね、というダウンピッキング、これを早くできるようになるコツ、これは次回お伝えしたいと思いますね。この動画が良かったら高評価、また次回お見逃しないようにチャンネル登録よろしくお願いします。いろいろ他にも曲を弾いたりとかしてますんで、よかったら、参考にされてほしいと思いますし、ただただ楽しむのもあるなと思いますんで、今日この YouTube チャンネルよろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございました、頑張ってね、練習。では、また来週。